最近さ、あの団長、はい、ちょっとバッティング調子悪いんじゃない？あ、そうですね、調子悪いです。もう迷惑ばっかかけちゃう。いやいや、本当に1年版で今までさ、大会とかさ、ゾゾマリンとかやったじゃないですか。そこで団長がルーに出てくれれば、俺がもしかしたら返せて、そこで1点っていういい流れができると思うんですけど、うん、最近団長のね、打率がなんか悪いっていう噂をちょろちょろやらかし男から聞いておりまして、生意気にね、聞いておりまして。そうなんですよ。なんとしてもそこをね、まずメンバーの実力をもちろん戻したい、上げたいじゃない、戻したい、元の状態に戻したいということで、まあ今持ってもらってるんですけど、普段使ってるバットが K ポイント、ディマリンの K ポイントなんですけど、今回はちょっとこれ一旦やめてもらって、はい、こちらの、はい、ミノルマンバット、ゲットラインバットというバットを使っていただいてトレーニングしてもらって、はい、その後にこのヘッドランバットで飛距離を、はい、アップさせてもらって、それで最後にレガシーでいこうぜと、もう今年レガシーで使っていこうぜと、はい、いった感じでね、今日はこういう構成でやっていきたいと思います。はい、はい、大丈夫ですか？はい、大丈夫です。ニヤニヤしてますけど大丈夫ですか？はい、硬いね、やばいね、ちょっと硬いね、はい、はい、まあ普段どういう悩みがありますか、バッティングで？もう前に飛ばない、前に飛ばない、まあ、擦って内野ゴロとか、まあ団長左なんで、引っ張ってファーストゴロ、そうだね、強割り、そうね、がありますよね。あと選球眼とか、一番なんでやっぱり選球眼でこうルイン出るのもありだし、足めっちゃ速いんで、まあ、セーフティーとかして、まあ、ヒットになるっていうのも、まあ、一つの手だと思うし、そういう柔軟性を持った一番でいれば、団長ももう固定の一番だと思います。今とね、調子悪くてね、なんかこう別の人が一番になったりとかしてますし、まあ、そこはもう団長の意地で頑張ってもらいたいですね。一番、はい、戻ります。はい、で、ちょっとまずさ、どんな感じか、ちょっと僕、ちょっと先生として今回ね、先生です、やっていきます。まあ、これはね、もうあのラガーズのメンバーなんですけど、ラガーズの投手コーチとしてやってるんですけど、今日はバッティングコーチとして、はい、あのやっていきたいと思いますので、はい、じゃあまずね、これで打っていこう。 K ポイントでまず打っていこう。 K ポイントで打ちます。どんな感じか見たい。はい、行きましょう。はい、じゃあ行きましょう。よいしょ、1、2、まあ1球目かな。擦ってる気がするよ。これはやりがいがあるぞ。うん、1、2、あ、こっち擦ってるよ、やばい、ちょっと1、2、擦ってんね。もっと超えるぐらい、もう OK、 全部擦ってる。うん、これもね、擦ってんだよね、音がもうエンジョイしてんじゃないか、あいつは。じゃあさ、はい、でも全部擦ってんだよね。ちゃんとさ、このバットの面に当たってない、上ら辺に当たってんじゃないかなっていう感じはするんで、いいギアがあります。こちら、ゲットラインバットっていうバットで、もうこう構えるじゃない。こう構えたら、正面にこの平を見せて、こっからラインで打つ。ここの真ん中に当たれば、何もこう打感がない状態でコーンと飛ぶんですけど、左右にこうずれちゃったりすると、てかこのこっちだったりこっちだったりずれたりすると、もう打感がね、変なこう、あ、なんか違うなっていう打感になります。なので、これを自分でイメージしながら、ここで打つんだっていう意識を持って、この状態からバットを平行にボール線で捉えるっていうんですか、意味わかるでしょ、線で、はい、いうふうにちょっとまっすぐセンターの方に打ってください。はい、どうですか？多分ちゃんと当たれば、まっすぐプーピーンとまっすぐ行くと思うんで、1、2、はい、どうですか、打感どうですか？打感は芯に当たってないような感じします。声小さ、芯に当たってないよ。うん、はい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 、うん、お、はい、どこで当たった、今どこだ、今ここに当たりました。あ、ここね、やばい、1、2、うわ、いや、この面でこれはやばいやろ。でも原因がやっぱあるわ。うん、はい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 、ちょっと貸してくんね、ちょっと1球投げてくんね、これ。はい、多分まっすぐ行くんだよね。うん、まっすぐスーッと、うん、なるほど、異常ないですね、特に異常ない、うん、なんか問題、バッテリー問題なかった。いきますよ、1、2、ほら、うん、こう下当たって、下に、1、2、お、今いいんじゃない、打ったらさ、コマを振らずにさ、このままさ、これ止めて、はい、1、まっすぐ、はい、
ほら、声合わせてるよ。ほら1、2。どう今、打感どう？当たりました。当たったでしょ。はい。当たったらこういう音するんですよね。1、2。今いいんじゃない？どう？今高い音鳴った。いい音鳴りました。そこで当たるように打てることが大事です。はい、はい、ゴルフ選手。じゃあ黒いやついこうか。ヘッドロボット、これは今度はヘッドが走ります。ヘッドが走るんで当たったら飛びます。飛ばないって言ってたんで、当たんない飛ばないなので、まずさっきのやつで当たります。ミート力上がります。これで遠心力を使ってこうヘッドを効かせる練習なんで、95センチあって900グラム、はい、あります。ここでヘッドを使って打つことで、その後のね、後でレガシー打ちますけど打球が変わります。ちょっと1球ちょっと打ちますわ。これでヘッドを効かすんだけど、そから箱でいくわけね。軽くいくよ。回す。まあ、今の軽度でも、まあ、これぐらいは、うん、ピョコンって飛びます。ちょっとこれね、ちょっと重たい。これ重たいけど、フルスイングというよりかはヘッドをこう効かせる、こう下半身先に動かして、後からバットがしなってボンってくるようなイメージ。基本こう下半身しっかり、メインは下半身でしっかり使う。後からついてくる。いいよ。はい、ヘッド効かすから内で踏んないと、はい、インサイドアウトしないとさばけません。ほら、こうなっちゃいますよ、うん、はい、1、2。お、いいんじゃない。バット重いっしょ。重いっす。でしょ。1、2。ちょっとスイングのフルにちょっとあれいってる。振った後にからギリギリまで開かずに、そう、パン、はい、開かない、絶対開かない、はい、固定、はい、1、2。お、いいんじゃない。よっしゃ、じゃあ4球なんで、じゃあ1回レガシーでどうか。レガシー、はい、1、2。ちょっと1回振ってみて。はいはいはい。じゃ高めらへん投げるよ。はい。平行に出して。はい。お、打球いいんじゃない今。うふう吹いてるよ。いきますよ。1、2。お、力強いんじゃない。じゃあラストちょっと思いっきりもうぶん回して、ちょっと、はい、ホームラン角度になるように。はい、パパーン。ヒルト超えましょう。はい、はい、せーの、ど、せーの、ほら、どうですか？超えませんでした。しゃあない、しゃあない。オッケー、オッケー。いきますよ。1、2。お、いいんじゃない？いいんじゃないですか？いいんじゃないですか？あ、これフォームってちなみにさ、はい、自分でどう考えて？フォーム、これはフォーム、これすぐにバットが出るように。なるほど。フォーム、ちょっと振ってみてもらっていいですか。はい、なるほど。振るときに、はい、この弓矢でいうこの針がないよ。針がない。ここで持つなら、ここで一回こう割れっていうのは必要なの。ここ割れを作るイコールこれね、グワーッと引っ張ってバーンって離す。はい、からグワンと引っ張る。そこをここでこうだから、ここの割れがないから、まあ俺も無理だよ。俺もこれで飛ばないし、絶対。こっからこうしてグワッてこう引っ張る、はい、引っ張るで打つか飛んでるわけだから、一回そこの間をちょっと作った方がいい。これ、はい、で少しこう引っ張る、はい、引っ張るのこうじゃないよ。真後ろ、真後ろ、はい、真後ろ引っ張る、はい、あれ2番でフェンス来ましたよ。見た今この何、これ何か変えた。今変えてない。何今の翔平さんの助言です。何すか今の。ビビった今。じゃああと1回さ、ちょっとノーステップでいくんだ。はい、まっすぐ。そう、もう踏み出した後の位置で振る時のこの幅にして、初めに置いといて、はい、こっからグッと置いて、こう前行く時は後ろ固定ね、はい、固定して、はい、固定して前に行くけど、ここでストップ、止める、はい、
と下を止めて上だけ回って打球は良くない？外目行け、外目行くよ。あとイメージしとこう、もうホームラン角度ね、はい、狙って1、2、どう？そう仕事はもう、あ、スケートなんだ。え、ペン直、ワン直行くよ。1、2、わぁ、わぁ、ほら、おぉ、めっちゃ飛んだで今。すごい、すげえ飛んだ。めっちゃ飛んだぞ今。飛びました。何メートルあれ？センターが105だから100いってんじゃない？90超えてる多分。ホームランだよ。せーの、まあ、これも結果的にはいいじゃん。はい、途中間だから。あれがライナーで行くともうさらに、あとは外のボールに対して早く振らない、早く、あ、外のボールほど開かない、ギリギリまでこう向こうに打つ。こうしたら絶対もうこねてもうファーストボールだから、外来たら外はもう素直に開かない、開かないでそのまま振るだけ。はい、おお、これこれライナー、はい、これでやっぱり大事なのは開かない、はい、ラインで打つ、はい、あっ、いた、おお、その軽く今のちょっと突っ込んだけど、はい、一応ギリまで待ったね、待ったね。今のじゃあもうあの実現っていうかやってみて、はい、実践してみちゃって1、2、イメージどう振ってる？こうなのかこうなのかこうなのか、こういう風に上からちょっとスイングゆっくりしてもいいですか。あー、こうなってんな、こうだ、団長多分こう、はい、後ろの状態で肘を立てる、はい、後ろ側の足のラインでもう回る、はい、団長は多分こっちら辺前の方の足のところでイメージ、はい、なんで後ろ側で、後ろ側で本当に後ろ側でこう回す感じ、はい、頭は絶対触れちゃいけないこのラインは、はい、いいんじゃない今の、おお、いいんじゃないかこれ、取って、お、超えた、ほら円通行きましたよ、いいんじゃないですかこれ、よ、いいよ全然、全然全然です、はい、1、2、わお、いいんじゃないですか、はい、これでじゃあ美味しくか、 OK、 はい、というわけでどうですかね、お疲れ様、飛びましたね、飛んだし、飛んだっしょ、やっぱ、はい、やっぱりね、このね、やっぱこれ本当にあの効果あって、はい、やっぱこれをしっかり使って意識してこうなりたいっていう気持ちを持って使うと、やっぱりああいう風に結果になるんですよね、ありますね、この今日こうやってあの、はい、まあ覚えたスイングとか、まあ、バットもさ、まあ、普段これだけどなんかレガシーなんか使いたいとか言ってたからさ、そうなんですね、試合でレガシーって使ってもらって今日やった感覚を持って、はい、こっちでちょっと使ってやってみてほしいなと思いますんで、はい、はい、間違いなく95ぐらいもっと100近くいってると思うんですよ、来ましたね、うん、ような感じだと、さっきちょっとこう擦ったりしたあの打球がね結構多かったけど、最後の方はもうシャープなね、いいバッティングしたんで、まあ、これをこのイメージを持ってあの次の試合、挑んでほしいなと思いますので、はい、はい、今後とも頑張ってください、ありがとうございました、はい、というわけで本日はあのラガーズのですね、団長に、団長こと斉藤くんに、来てもらいました、良平の大学の先輩ですよね、1個上の先輩ですよね、先輩っす、はい、なのでね、あの今後ともね、あの団長の応援もぜひともよろしくお願いします、というわけで本日の動画は以上となります、チャンネル登録、コメント、高評価よろしくお願いします、それではあらしゃー、あらしゃー、じゃあねー、チャンネル登録、コメント、グッドボタンよろしくお願いします、それではあらしゃー、じゃー、オッケーオッケーオッケー、そう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 、視聴兵 TV 2022年 T シャツ販売1万人突破、皆さん本当にありがとうございます、これ着て野球やろうぜー。